ウッドフォードリザーブディスティラーエスセレクトウッドフォードリザーブはバーボンウィスキーの名柄。製造はケンタッキー州ウッドフォード郡バーセールズ市。スモールバッチバーボンとして分類される昔ながらのこだわりの製法を今なお続けている高級バーボンである。このブランドはテネシーウィスキージャックダニエルのブランドオーナーであるブラウンホーマン社が所有しており日本では アサヒビールが輸入販売を行っている。また、競馬のケンタッキーダービーのオフィシャルバーボンとしても知られている。1812年に創業したオールド・オスカー・ペッパー蒸留所が前進。1878年に経営者がレオポルド・ラブローとジェームズ・グラハムに変わり、ラブローグラハム蒸留所と名を変える。 1941年にブラウンフォーマン社が一旦買収するも、1972年に近隣の廊下へ売却。1994年にブラウンフォーマン社が再度土地を買い戻し、上流所再建計画がスタートされ、その際に現在も使用されている糸杉製の発酵層や銅製のポットスティルが導入され、製造が開始。2003年にはブランド名と同じ。 ウッドフォードリザーブ蒸留所に改名し、現在に至る。バーボンとして現存する最古の蒸留所の一つと言われている。ウッドフォードリザーブ蒸留所は、アメリカ合衆国国家歴史登録財及び、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されている。トウモロコシ72%、ライ麦18%、大麦麦が10%。 フロリダ産イットスギの木製発酵槽にて、通常のバーボンウイスキーの製造工程より長い6日間かけて発酵させる。バーボンウイスキー独特のサワーマッシュ方式では通常バックセットを30から40%戻すが、ウッドフォードリザーブの場合、バックセットの量を6%としている。通常のアメリカンウイスキーがコラムスティルを使用して蒸留するのに対し、 伝統的な銅製ポットスティルを使用して、蒸留を行う。ウッドフォードリザーブの場合、スコッチと違い、3機のバルジ型ポットスティルを使用し、アルコール度数79%まで上げていく。熟成に使用する、アメリカンホワイトオークのシンソーンは、まず内側を通すとしてから、その後にチャーを施した、ウッドフォードリザーブ専用レシピにて作られたオークソンを使用している。蒸留した。 直後の度数の高い原種を、フレーバーを極力残すため、アルコール度数55%まで加水してから樽に入れて熟成させる。ウッドフォードリザーブダブルオクドは、通常の熟成を経た後、通常の熟成損よりも約4倍時間をかけて、トーストさせ、5秒間だけチャーを施した、専用の新損にて1年間熟成させている。二0 1年以降、アメリカンウイスキーである。 バーボンウイスキーやライウイスキーをベースに使用したクラシックカクテルの人気が高まる中でオールドファッションドオールドファッションドやマンハッタンマンハッタンといったカクテルが世界のバーにおける人気カクテルランキングにおいて上位を占めている。ウッドフォードリザーブはケンタッキーダービーのオフィシャルバーボンという認知からミントジュレップに使用するウイスキーとして最も人気が高いだけでなく 世界のバーにおける人気カクテル、オールドファッションドのベースとしても人気が高い。竹内広直監修、バーボンサイシンクタ 6P64 中岡書店2000年に勝つ10日発行、ウスキーワールド2012オクトーバー P24、ユメディア2012年9月30日発行、ウスキーワールド2015オクトーバー P34、 ユメディア2015年9月30日発行。ウィスキーワールド2015オクトーバー P34。ユメディア2015年9月30日発行。 ドリンクスインターナショナル http コロンスラッシュスラッシュ www.drinksint.com スラッシュニューススラッシュ fullstory.php スラッシュエドスラッシュ5340スラッシュザワールド s 5 0ベストセーリングカクテルズ h t m l カレントページイコールコハットザワールズ r l d s 5 0 b e s t b ズ r s b r レポート 2015http コロンスラッシュスラッシュ www.drynksint.com スラッシュニューススラッシュ fulls.tory.php スラッシュ e ドスラッシュ5114スラッシュザワールド r l d s 5 0 b e s t w a r t s b ヘレポート2015カクテルズ html カレントページイコールさんありがとうございます